10日間ぐらいアメリカのどこに行ってたんだっけ？天の声さジョージア州メイコン、うん、それからアラバマ州、マスルショールズで、ミネソータ州、ミネアポリスの3カ所。で、そこはもちろんあれでしょ？音楽ゆかりにちなんだよね。そう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 。うん。まあ、ジョージア州メイコンっていうのは去年も行ったんですけど、うん。うん。まさかこんなすぐまた行くと思わなかったんだけど、ちょっとひょんなことから行くことになって、で今回5人で行ったんだけうん。うん。うん。ど そのうちの2人が、曙橋のバー461っていうおおお。店のマスターと奥さんで、あ、そうなん。そう、アメリカ南部研修旅行って言ってた。あ、じゃあ俺の知り合いのその馴染みの人もだからその話は聞いてるんだろうね。うん、そうじゃ多な分。い？あそこはいろんな人が行くお店だから。で、まあ、オルマンの、もうジョージア州メイコンっつったらオルマンオしルかマンなだいよもね。うん。ん。行っていろいろまた回って、でその次に、アラバマ州のマッスルショールズっていう、私も初めてのとマッスルショールズもあれか、ボズと。ころに。うん、マッスルショールズっていうのは全部で3つ、まあ主なスタジオがあっあ、て、そうなん。最初がフェイムっていう名前はいで、はいはい。ニック・ホールって人が作ったんですよ。で、アレサ・フランクリンとかウィルソン・ピケットとか、パーシー・スレッジとか、ピック。どこだ、ウィルソン・ピケットとか、そういう人たちが、ちょっおと待って、ピックよおおりフェイム、フェイム、ミュージック、おお、すごいじゃん。そういうアトランティック系のソウルの、じゃあそこはエさ、ダ・ジェームズデュとアンか弾いてんじゃないの？では弾いてる。だってウィルソン・ピケットもやってたしそうね。ヘイジュードだっけ？そう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 、まさダにラララララ。ウィルソン・ピケッ全ト然と違かうんですけが、ど。マッスル・ショールズはね、そのリック・ホールって人が最初にフェイムってスタジオを作って、それで、そこの、まあ、スタジオミュージシャンが、スワンパーズって名前なんだけど、え、そうなの？そう、だから、スイートホームアラバマっていう曲あるじゃないですか。あれの歌詞に、マッスルショール、アラバマはこういうとこで、マッスルショールズに行くとスワンパーズがいるよっていう歌詞も出てくるように、全員白人なんですよ。おお。で、ウィルソン・ピケットなんかが最初に、空港に着いて行ったら、なんで白人なの、俺白人のバックで歌うのみたいな、ふざけんじゃねえよみたいな感じで怒っちゃって、だけどやったらすっごい、もうそれこそ今の話でリズム体すごいし、それでなんか急に盛り上がって、でそのダンス天国とか、ほうほうほう。ムあスれもタそうンなグ・の？サリーとか、そうそうそう、アレサ・フランクもそうだし、パーシー・スレッジの男が女を愛する時とかもそうだよ。俺歌ってますけそれとかを、ど。When a man そうそう loves a woman。 そうそう、それを録音して、エタ・ジェームズとじゃあかどね。真ん中のやつじゃん。そうそう、もうそれの辺を全部、アトランティックのゼリー・ウェクスラーって人がいて、リズム&ブルースって曲を、曲じゃない、リズム&ブルースって言葉を作った人なの。リズム&ブルースっていう言葉は、昔は、その黒人音楽っていうか、レースミュージックって言われてた、レースって人種だけど、それじゃあちょっとその人種差別的なニュアンスもあるしっていうんで、そのジェリー・ウェクスラーがリズム&ブルースって曲、言葉を作って、でまあ広めたんですけど。俺だよね。R&B、力友別府。はい、どうぞ。それでそれこそトム・ダウトとか、おお。その、マイアミのクライテリアで
エンジニア、あのレイラのプロデューサーとかもやってる、トム・ダウトとかもあのマッスル・ショールズでやってたりもしたし、スワンパーズがいて、それでいろいろ、それでその時にウィルソン・ピケットのレコーディングの時にいたのがデュアン・オールマンで、うんうん、デュアン・オールマンもマッスル・ショールズにいたから、で、ビートルズのヘイジュードをやりませんかってデュアンが言って、でデュアンが言ったんだ。そうそう、最初はふざけんじゃねえとか言われたらしいんだけど、ちょっとやってやるだけやりましょうって言ったら素晴らしい演奏だったっていう。演奏もすごい、歌もすごいよね。俺聞いたことないんだけどさ。あ、そう、うん、そんな違うのビートルズと。全然違う、もうリズム&ブルースの曲になってる。だってクラプトンがさ、あのドミノスのレコーディングの時にトム・ダウトが、ところでデュアン・オールマンって知ってるって言って、でその当時はデュアンはまだそんなに有名じゃないから、で、あのもしかしてウィルソン・ピケットのヘイジュード弾いてる人みたいな感じでクラプトンが言って、あ、やばい、知っとかないと。それで実はそのオールマン・ブラザーズが今度あのマイアミでコンサートやるんだけどちょっと見に行くって言われて、クラプトンたちが見に行ったわけで、オールマンのコンサートに行って、でデュアンは弾いたら目の前にクラプトンがいるんで手が止まっちゃったみたいな。デュアンにとってはすごい人だったわけだから、でコンサートが終わった後スタジオに招いて、それでレコーディングしたのがレイラーだったわけで、まあそれはそうなんですけど、でそのフェイムスタジオをやっていたんだけど、そのジェリー・ウェクシャーがいろいろこうビジネスマンっていうか、いろいろこうあの策略をいろいろ練ってる人で、スワンパーズをまあ簡単に言うと引き抜いて別のスタジオを作って、それがマッスル・ショールズで、サウンド、千何百ジャクソン・ハイウェイってよくあの写真に出てるスタジオのね、ここにも写真が出てるかもしれないけど、それで とにかく、そっちのスタジオを作ってスワンパーズを引き抜いちゃった。なキャロル系だっけあれは？あれはね、あれよ、ロスの方の、あ、ロスの方、レッキングクルーよ。あ、レッキングクルーだ、そうだ。だからロスにはレッキングクルーがいて、そうだ、ね、アラバマにはスワンパーズがいて、でそのそっちのジャクソンハイウェイの方のスタジオを作ってスワンパーズを引き抜いてしまいました、うん、でそこでレコーディングを今度してた人たちがローリングストーンズのブラウンシュガーとかワイルドホーセスとか夕方ムーブとか、もうストーンズもここでレコーディングしたくて、それでツアーの合間にここに行ってレコーディングをしたの。あとボズもローニアダインもここでレコーディングした、やってる。あとあれロッド・スチュワートがアトランティック・クロッシングとか、おお、あ、ポール・サイモンとか、そう。だから今回そのジャクソン・ハイウェイの方のスタジオにも行ったんだけど、ボズがレコーディングしたトイレとかまだ残ってて、トイレの中で歌った。何それ、トイレの中でレコーディングしたのね、エコーを聞かせるために、うん、そうそうそう。じゃあ今度俺トイレで、まあいいや、風呂場でいいんじゃない。なんだっけ、じゃあさ、3つあるって言ったよね。フェイムがあって、フェイムがあって、そのマッスル・ショールズ、それでマッスル・ショールズのそのジャクソン・ハイウェイがあって、うん、でそこがまあ古くなったんで、今度あのサイプレスムーンスタジオっていうのができた、できたっていうか、サイケデリックの名前だね、サイプレスムーンスタジオ。そこで、ボブ・ディランとか、まあ、やっぱりいろんな人が結構あのレコーディングしてるんだけども、そこはでもね、そんなに、まあ、はっきり言って有名じゃないっていうか。今 の今期末の中間テストに出ますか？いや関係ないです。今講義聞いててさ、このなかなか難しいじゃない、フェイムがあってもう覚えてないもん、なんとかとスプラッタなんとかがあって、でそこに行くスプラッタなんとかはボブ・ディランで、ここがちゃんと板書しねえからだよ。あ、そうだね。だけどね、ノートすいません、取ってないんで、ざっくり言うと、ざっくり言うと、あの、うん、漢字としては、うん、最初のフェイムは、フェイムは黒人のそういう、黒人のね、はい、リズム&ブルースの世界で、あのジャクソン・ハーウェイの方はストーンズだったり、ボズだったり、うん、あのアトランティック、そうそう、ロッドだったり、クロッシングだったり、ポール・サイモンだったり、レイナード・スキナードも最初そこで、あれはそこなんだ。
ただレーナード好きなのはそこでレコーディングしたんだけど、なかなかそのうまくいかなくて、あのアラバマで売り出そうと思ったんだけど、フリーバードが長すぎてどこのラジオ局でもかけてくれなくて、で結局うまくいかなくて、アル・クーパーが今度やること、アル・クーパーっていうね BST っていうバンドにいたアル・クーパーがあのプロデュースをして別のスタジオでレコーディングし直した。それがいわゆるファーストアルバム。ああ、それはもうこの地帯じゃないよね、この3つの中のまた別の部分、まあ、また、違うスタジオなんだけど、でもそのマッスルショールズでレコーディングしたバージョンのフリーバードっていうのがちゃんと音源は残っていて、その後のコンピレーションっていうかマッスルショールズバージョンみたいなのでちゃんと音源があるんだけども、でも最初に発売になったレーナードのファーストは別のスタジオでやったやつ。全然違うの？似てんの？似てるけどやっぱ違う。違う、ソロの内容も違うの？まあ私そのマッスルショールズバージョンちゃんと聞いてないんだけど、まあほぼ一緒、ギター3本だからでハモリとか入れてるから多分さ違いらんないよ。そうだよね。で、フリーバードのピアノっていうのは、ローディーをやってた人が、みんながいない時って言ったかな、ピアノで、ピアノバージョンとオルガンバージョンあるじゃなかったっけ？ピアノバージョンとオルガンバージョンあるの？みたいな聞いたことあるような気がする。で、そのレナードのその後にメンバーになるキーボードの人は最初ローディーで、みんながいない時にピアノを弾いたら、え、お前ピアノ弾けんの？みたいな、しかもすごいじゃんみたいな感じでその後メンバーになったんだけどね。で、そのピアノが残っていました、スタジオには。でもスタジオは当時のまんま、ずっとどのスタジオも全部変えてないっていうか、その最初にできたフェイムも昔の同じスタジオがそのまま残ってるっていう。だから